そうですね、毎日、野球部の練習に励ましてもらい、3年生の時には、神宮大会に出て優勝して MVP を取らせてもらったことが自分の中でもすごく大きい思い出です。そうですね、やっぱり野球部で自由に自分で考えてやるっていうことを教えてもらったんで、それがアメリカに行ってもすごく役立ってます。はい。そうですね、これからも、関西を代表する先生をたくさん出してほしいですし、そのトレーナーとしても各プロフェッショナルで働いてる人がたくさんいるんで、そういった人がもっと増えるような、大学であってほしいです。これからももっとすごいたくさんのいい人材を出してもらいたいですし、すごいいい環境が多いんで、そのプロフェッショナルな人間をもっと増えるようにあってほしいです。